パクジフン、人気ウェブ漫画原作の新ドラマ無礼者への出演を検討中。ジャクソン、米最大の音楽フェスコーチェラに2年連続で出演決定。ニュージーンズ、日本の雑誌の表紙に。スパー3月号。トゥモローバイトゥゲザー、アジア、アメリカ13都市を回るワールドツアー開催へ。日本では4月に大阪、埼玉、神奈川、愛知の4都市8公演。バイウィットミュージック側、ジミンの2月ソロデビューに関して日程を調整中。香取慎吾、セブンティーンとの写真公開が話題。韓国与党国民の力のチャンジェウォン議員の息子でラッパーのEL、ラッパーのフリーキーバングによるディス曲に対する曲の歌詞が物議。物議を醸した部分前途漢時代なら俺をむやみに触れると行くよ地下室に。した。ネットユーザーはその時代ならラッパーもできない。軍部の独裁者がどういうものなのか分かっていない。その時代を経て今の自由があることを理解できていないみたいだと冷ややかな反応を見せる。